現役時代の時と東大監督になってからサッカーの見え方俺全く変わったんですよ。だから深いとこまでサッカーを見れるようになりました。まあ解説業、そして監督業、いろいろやられてると思いますけれども、はい、今後の目標、いずれ J リーグで監督やりたいので、そして引退から2ヶ月後2021年の1月に東京大学S級蹴球部の監督に就任と、はい、現役時代から監督業に興味あったんですか？興味はありましたね。でもここまで早く監督をできると思ってなかったです、ね、これ、まあ、東大ですよ、はい、どういったきっかけなんですか？きっかけは教科部が学生やってるんですよ、はい、東京大学って、はい、なので電話ですね。学生から電話が来ました。いきなりですか？いきなり、いきなりというか、そのつながりがあって、はい、サッカーチームのその教科部の方が東大の練習を見に行ってて、でそのつながりもあったんですけど、うん、僕はその現役中にその雑誌とかにこう戦術的なことを書いたりとかしてて、それを学生が知ってて、うん、でその俺と連絡取りたいからその教科部の方とつないでどうですかって言われたんですよね。どうしたんですか？いや、興味あります。興味ありました。で、一度お会いしてっていう話をして、はい、でその前に一回その僕だけじゃなくて何人か候補がいたみたいで、トレーニング場行って、うん、トレーニング一回教えて、うん、でそういうなんかセレクションみたいなのもあった中で、はい、決まりましたね。めでたく、はい、東京大学の蹴球部の監督ですよ。はい、なぜ受けようと思ったんですか、このタイミングで？現役時代に引退決めた時って、その次の来年何をやるかって本当に決まってなくて、うん、サッカーで生きていこうって決めてたので、うん、サッカー関係の仕事に就きたいなと思ってた中でその監督の話をいただいたので、監督もやりたいと思ってたので、じゃあもう大学の監督ですし、ましてや東京大学、うん、やるしかねえだろうと思ってそんな赤門くぐれると思ってなかったですか？なるほど、はい、東大生を指導して、はい、なんか感じることあります？ちゃんと言語化できないと話聞かないなと思います。戦術的なことは本当にすごいんですよ、彼ら。でテクニカルも20人ぐらいいるんですよ。選手たちもやっぱり技術っていうよりはその戦術ってなってるんで、うん、そこの戦術的な要素を自分が理解してないと全く話を聞いてもらえないな。いいトレーニングですよね。いや、なりますよ、すごくなります。以前このチャンネルに出演いただいた田所さんのような、はい、東大生らしいアプローチでサッカー部に関わってる学生スタッフとかっていらっしゃいます？うん、そのフィジカル田所が辞めて新しく入った子とかもそういうのに興味あって、うん、ちゃんとフィジカルコーチやってくれてますし、うん、あとは学生コーチもいっぱいいるし、あとテクニカルもいるので、うん、そのいろんな戦術的なことはやっぱりすごいですね。どういうふうに話が行われるんですか？映像を見ながら、はい、なんかいろいろやったりするんですか？今はもうリーグ戦始まって週1で必ずリーグ戦あるので、はい、その相手の分析をテクニカル班がしっかりこうまとめてくれて、うん、それを週初めに俺にこう届けてくれて、はい、それを見て、で俺も相手のチーム見て、で週初めの火曜日とかに一緒にそのテクニカル班と一緒に次の試合こういうふうな戦い方しようと、まあ、自分たちのベースはあるけど相手がこう来るなら自分たちはこういうふうにボール動かそうとか、そこら辺をすごく練って、で木曜日ぐらいに相手のミーティングをして、うん、で相手の分析と、じゃあ次は自分たちがどういうふうに戦うかっていうのを提示して、で試合に向かっていく形です。林さんは林さんで、はい、まあ試合見るじゃないですか。はい、で分析は分析で、うん、映像を撮ってくるわけですよね。はい、若干ポイントずれてんなとか、なんかそういうとこあります？ね、ずれないんですよ、ね。ずれないの。うん、すごいんですよね。結構現役時代の時と東大監督になってからサッカーの見え方俺全く変わったんですよ。どのように変わったんですか？だからもう構造で見れるようになったんですよ、サッカーを。その選手時代はやっぱこの選手このトラップうまいなとか、うん、うん、そういう技術の部分とかよく見えてたんですけど、はい、構造としてじゃあ442と352でじゃあどこのポジションが空くとか、うん、噛み合わせの部分とかを理解できてなかったんですけど、うん、それをやっぱ監督、それも東大ですることによって、はい、そのサッカーの構造を理解するようになったんですよね。だから深いとこまでサッカーを見れるようになりましたね。じゃあそういった部分で林さん自身が学ばされたことが、はい、僕もすごく勉強になりましたね。監督業と解説業、はい、こうやられてると思うんですけど、はい、どんなスケジュールで動いてるんですか？でも結構びっくりされますね。土日はでもほぼ寝る時間とかもないですね。土曜日とかだいたい2時ぐらいからトレーニングが東大あるって、はい、終わった後に土曜日もう週末とか絶対解説入ってるんで、はいはい、土曜日の夜12時ぐらいから解説して、うん、3時ぐらいに移動してまた4時から解説して、はいはい、で6時ぐらいに終わって、はい、で7時ぐらいに寝て、でダゾーンの J リーグプレビューションも今やってるので、はい、9時ぐらいに赤坂移動して、はい、そこから1時ぐらいまで収録して、はい、で夜練習5時からとか。睡眠時間が僕が今見たな聞いた中では3時間もなかったんじゃないかなと思ったんですけどなんでだからその昼間の夕方の時に寝たりとか結構そういうのは多いですね最近は。体大丈夫ですか？頑張ってます。はい、はあ、解説業と監督業お互いにシナジーがあるはずなので、はい、まあ生きてくると思うんですけど、はい、並行してやってることで、はい、なんかメリットとかってあります？いやメリットしかないですね、うん、結局解説でいろんな海外のサッカーを見て、うん、自分でサッカーも学べますし、うん、それを見てじゃあ言語化解説者として言語化しないといけない、うん、でその言語化をすることによって東大生でサッカーを指導するときにその言語化が活かせる。じゃあその東大でそのサッカーの構造をやっぱり勉強するんでそれが結局解説にも活かせると。だからすごくうまい具合にはまってますね今。結局だからそのよくあるのが、はい、インプットしますと、はい、インプットするんだけれどもそれをアウトプットする機会がない方が結構いらっしゃるじゃないですか。でアウトプットはするんだけれども、うんやっぱインプットの量が足りてなくて、はいはい、アウトプットの量が足りなく、最終的に足りなくなってしまう。啓太さんおっしゃいましたけどインプットアウトプットがすごくうまくできてますね今。解説するときに心がけてることってあります？はい、その現象のなぜを話せるようにしたいと思ってるんですよ。パスが出てそこのスペースがじゃあなぜフリーになってるのかっていうのをやっぱ構造がサッカーはあるので、うん、システム含めて、はい、必ず空いてくるところがあるんですよ、はい、じゃあ誰が出てきたからどこのスペースが空いたとか、うん、その現象のなぜを話せるように常に準備してます。そのシステムの4-4にじゃあ4-1-4-1、うん、まあ3-4-2とかいっぱいあるじゃないですか、うん、そのシステムのまずメリットデメリットを全部理解するんですよ、うん、でさらにゲームになるので、うん、その互いのチームがそのシステム違うシステムを使うわけじゃないですか、うん、そうしたら必ず空いてくる場所とか優位性が出る場所があるんですよ。だからそれがもう全部頭に入ってるんで、だから別に見えなくてもじゃあその画面に出てきた瞬間にじゃあ誰がどこから出てきたっていうのが分かるんですよね、うん、おーすごい。その選手も全員知ってるんでじゃあこの選手が出てきたらセンターバックだなとかやっぱその選手も知ってないと多分センターバックなのかサイドバックなのか分かんないですよ。分かんないじゃないですか。それをもう全部入ってるんで頭に。身長体重とかも言えるレベルで俺知ってるんでなのでその解説してそこの構造の部分も話せないといけないし、あとはそのチームのファンなんだなって思えてくれるぐらいやっぱりサッカーの情報を取り入れておきたいと思ってるんですよね。まあ解説業そして監督業、はい、いろいろやられてると思いますけれども、はい、今後の目標お聞かせいただいていいですか？目標は昨年 A 級ライセンスも、はい、獲得して、はい、取得したのでやはり次は S 級を目指して、はい、まあいずれかはやっぱり監督、うん、J リーグで監督やりたいので、うん、そこを目指しながら今その東大で指揮しながら、はい、あとはそういうメディア系の解説も担当させていただいているので、はい、そこでもっといろんなインプットアウトプットを繰り返しながらそこを目指して頑張っていきたいなと思います。ということでもうねサッカー好きの人にはたまらない回になったんじゃないかなと思うんですけれども林さんとですね林洋平のサッカー史を振り返ってきました。ご自身のサッカー史、はい、振り返ってみていかがでしたか？やはりこう自分のことを振り返ることで自分がこの育ってきた環境であったりとか考え方っていうのをまたもう一度ね見つめ直すことができたのですごく楽しかったです。いやありがとうございます。林さんにはうちのね商品もね使っていただいているということなのでもうぜひとも今後ともよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。いかがでしたか？いやーサッカーマニアだね。やっぱりポスト戸田さんって言われるだけはあるよね。まあ多分試合相当見てるんだろうね。その監督業と並行しながらっていうのがまたすごいですよね。ねえ。まあでも解説業やるんだったらね本当はそのぐらいねできるといいんですけどね。解説は解説で難しいじゃないですか。監督は監督で難しいじゃないですか。なんでかっていうと、やっぱ現場のギャップとインプットしたものをこうアウトプットするときに差があるんだよね。あとレベルの差もあるだろうし、それがちゃんと実行して、フィードバックを得て、またそれを次に生かしてっていう実証実験する場所がなきゃいけないし、かといってそれだけだと自分の蓄えてるものなくなっちゃうからさ、ちゃんとインプットをねどれだけするのかっていう、でそこでちゃんと解説して言語化って言ってたけど、そのサイクルって今後そういうこうなんていうんですかね、監督業を目指す方々もいいですよね。そういうこうロールモデルとして J リーグの監督やってる姿とかも見たいですね。え J リーグの監督になったらまた出ていただいて盛り上がってくれるといいですね。ということで、はい、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。本日の対談の未公開トークをですね、オーブの公式 LINE アカウントの方で限定で配信します。概要欄に URL を貼ってありますので、ぜひ友達追加をして、ご覧ください。これはですね、貴重な話がたくさん入ってますよ。よろしければぜひ。